はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、一人です。久しぶりの一人撮影ですが、今日はちょっと頑張ってここの根っこのところですね、排水溝のところ頑張ってやってみたいと思います。もういよいよ暑くなってきました。昼間の作業はですね、もうちょっと薄着でやっていこうかな、半袖で頑張りたいと思います。ちょっとゆるっとした一人の動画なのでなかなか進みは悪いと思いますけど、ゆるっと楽しんでいただけると嬉しいです。ということでちょっと見てみましょうかね。はい、前回までですね、ここから 1,2,3 枚分結構スイスイと進んできましたですが、ここから先が問題ですね。結構もう根っこが出てきてますよ。わかりますかね、この辺もビヨンビヨンとしてます。これ私にはこれを切るという技術がないので、どこまでいけるかちょっと分かりませんけど、まあできるとこまで頑張ってみたいと思います。サイドの方から草の根とか竹の根とかが出てくるので横が出せないですね。真ん中は割と根っこも生えてないです。ただ上に竹とか笹の葉がかぶって持ち上げにくいっていう
どこ掘っても大変ですね、これ。字が切れない。これは角を出したいんだけど。足が伸びてきてる。ほら取れんわ。進んだんじゃないですか。もう横のあれ株を取り切らんですわ。疲れた。ちょっと終わりましょうかね。はい、こんな感じで多分2枚分ぐらい進んだんじゃないですかね。いや、きつい。この中央部分にはですね、ほとんど根っこは張ってないので楽なんですけど、そうですね、これ上に乗ってるこの枯れた手とか、あと
つるがですね意外に伸びてるんですよ。だからここをすくって持ち上げようとすると引っかかって全部ボロボロって落ちちゃうんですよ。なので周りを一回サイドを一回切ってで土を集めて捨てるっていう形にしないと、ここに結構もう山になっちゃいましたね。こういう感じで捨てていかないとなかなか効率が悪いですね。ザバザバって落ちてしまいますね。そうですね、こういう切り株がもうここのライン上に何本も出てます。見てください、根っこがすごいですよ。まあさすがにこれ私やるとですね多分ツルハシをこの溝の方をコンクリにガーンってぶつけて跳ね返ってくるとか壊してしまうとかいうこともありえるのでもうやめました。あっちの方にも分かりますか、ここに株が出てます。切り株がですねもうびくっともしませんよ。これほらこんな半分出てるのにこっちも半分土から出てるのにですねそしてもびくともしません。だから向こうに強く根を張ってるんでしょうね。そういうのがここから先増えてきます。なので今度からちょっと上を取ってサイドを切ってそれから進めていくっていう形にしていきたいと思います。はい、ということで久しぶりに一人で撮影して作業してみましたけどやっぱおしゃべりする相手がいないと一気に疲れがきますね作業量も倍になるわけですし、はい、今日2枚分ぐらい済んだので良かったです。楽しみさんにもどうよって言えると思いますまあここから先はですねやっぱちょっと効率を考えてここをこうしてからこうしてっていう感じでこう取っていくのがいいかなと。であとは切り株の方はまあ楽しみさんに任せつつですね2人でまた協力してやっていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。次回でもしよろしければ高評価温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。